はいどうもおまけの夜です本チャンネルは深夜のファミリストークのひらめきはテーマのカルチャートークのチャンネルでございます一本でも映画が好きなら好きと言っていいチャンネルでございます知識のあるだし上下をつけずに楽しくやっていこうというチャンネルでございますということでえー新仮面ライダーネタバレなし感想 <laughs> 見ましたか皆さんねどうどうみ見た <laughs> まあ見てない人もね、たくさんまだいると思いますけれども、まあ見た人もね、いますよね。まあ、えーまあ、今回はまあ本当に完全にネタバレなしで、えー、ちょっとね、レビュー軽くやらせていただけたらなというふうに思います。で、まだ僕一回しか見てなくて、この後もう一回見て、あの、ちゃんとね、レビュー動画出したいなというふうには思ってるんですけれども、まず率直にね、一回目見た感想をね、言うとですね、えー、どうですか <laughs> あんまりね、いろいろ言っちゃってもあれだし、まあぜひ皆さん、その目でね、まず確かめていただきたいですね。何が起きてるか。というのも、新シリーズとしてね、新ゴジラ、新エヴァンゲリオン、新ウルトラマン、新ジャパンヒーローユニバースみたいなのもあったじゃないですか。だから、まあこれで、ね、まあとりあえず今回で今発表されてる新シリーズはまあおしまいなので、 これがね、うまくいくかいかないかみたいなところだと思うんですよ。僕はまあ正直新ウルトラマンよりも新仮面ライダーの方が公開をね、楽しみにしてるっていうのはまずっとまあ言ってきてたことなので、まあ正直すげえ楽しみにしていきました。困っちゃうなーっていう感じですね。正直。はい、正直困っちゃうなーって感じで。 面白いのは、アンノ監督の独特の、ね、カメラワークはまあ面白いですし、ライダーキックとかそのサイクロン走ってるところの、ね、CG のモーションとかは、まあ、僕は結構好きでしたね。あとこのライダーの最初の1号ライダーが最初に変身するところとかもああいったところは、ね、すごく好きでした。あとね、ラストバトルのね、なんかあるエフェクト。 あのー、見たことあるエフェクトがね、結構差し込まれるんです。で、そこはね、いいなーっていう感じああ、もうこの感じ、懐かしい。このイケイケな感じいいなーっていうのが、後半のバトルでもね、ちょっとあったりして、そこもすごく好きでした。あとね、なんか、まあ、ネタバレじゃないと思うんで、これ知ってる人しか多分興奮しないから言うけど、いや、まあ、ラスボスのベルトね。うん。ラスボスのベルトは、やっぱちょっと興奮しちゃうよね。 あそこは、まあでも興奮してるし、期待しちゃうとこでもあったけど、まああんまり期待しないようにしてくださいね。まあ興奮はすると思います。あ、あとね、役写真はみんな結構頑張ってましたね。役写真皆さん良かったと思いますよ。江本クさんでしたっけね。江本クさん。もすごく良かったです、正直。あの、二号ライダー結構いい性格してて、二号ライダーのキャラクターは多分みんな見てる人の受けがめちゃくちゃいいんじゃないかなというふうに思います。で、あのー、まあ、今回シークレットで23日から、えっ、ー、と、今隠されてるキャストについて告知でどんどん発表 されていくっていう風に公式があのツイートしてますんで23日までは、まあ、隠されてるサプライズキャストがね、まあ、何人かいるんですよでねそれは良かったそのあるサプライズキャストが出てくるところとかもう僕は結構良かった嬉しいみたいな感じでそこら辺は結構嬉しい気持ちで出れた見れたんででまあ新シリーズということでねまああの新ウルトラマンの時もね若干つながりをね感じるような雰囲気出してきましたよねでやっぱり今回もまあ,あなんかそのつながってるんかつながってないんかとか別として、まあ、ある種サービス的に 新シリーズはやっぱり新シリーズなんだなっていう場面も、まあ、あるのでそういったファンサービスもある程度あるんでそういったのが好きな人はそこら辺もね楽しめると思います、はいでまあ、バトルに関して言うと,、えーとまあ、いわゆるその旧ライダーの、えー、再解釈のようなバトル演出ですねで、まあ、結構激しいシーンとかもあるので、えー、ここら辺もねさすが あの、やっぱりね、エヴァンゲリオン90年代のね、なんかあの匂いを感じさせるね、うん、なんかああいった、ちょっと暴力的なバトル描写とか、そういったところもね、結構ね、思ったより、その映画全体は、もうサービス精神満点で、もういろんなところでいろいろ楽しませようとしてくる。安野監督が考える、なんかバトルみたいなものが、結構前編2時間、もう至るところにあるので、えー、一個一個にハマっていく人はですね、そういったところを楽しめるのかなというふうには思いました。あとね、まあ、あやっぱりね、 あの、キューティーハニー。実写版キューティーハニーの感じとかも、あの、あるので、で、キャストも、あの、あ、あの人よく考えたら一緒じゃんとかもあるし、えー、そのキューティーハニー好きな人とかは、あの、楽しいかもね。僕はキューティーハニー結構、その演出名、バトル演出名結構好きだったりしたんで、キューティーハニーっぽいね、バトル演出とかが出てくると、ちょっと上がるっていうのはあって、そういうのはね、楽しかったですね。そうかな。あ,あと良かったのはね、音楽。やっぱり、まあ、そう、予想通り、あの、途中で、その原曲、 あのテレビシーズンの音とかが入ってくるんだけどそれがめちゃくちゃいいねやっぱテレビの音楽が流れるとすごいハマるんですよだからやっぱあれね元々の劇中の曲がすごいいいねちょっとねいろいろ思うこといっぱいあってそのねやっぱ庵野監督作品の感じはありました やっぱシン・ウルトラマン同様、基本的にはその原作をなぞるような形。で、まあ、あの、発表されているオーグメントがこう出てきて、まあ倒していくっていうですね。も、ま、う、あ、分かりやすい話でございましたね。でね、まあ僕もう基本的にあの失敗しないようにアイマックス、しかも池袋の暮らしでの一番いいアイマックスで見るようにはしてるんですね。で、まあこれ外れないじゃないですか。基本的にね。ないんだけど、まあシン・ウルトラマンの時同様、今回は 結構意図的におやおやみたいな画質になる時があるんですねまあこれネタバレとかじゃないと思うから言うけど結構意図的にやってる部分もあるしあれっていうシーンもありますはいであるんで iMAX だと逆にそれがね結構特にグラッシュで見るとめちゃくちゃでかいからあのめっちゃ際立つんですよねだったら だったら花からあんまり綺麗じゃないっていうか、まあ普通の映画館で見てる方が逆に違和感がないのかなと。それシン・ウルトラマン現象なんだけど、というのはあると思います。だからここら辺、アンノ監督がやっぱりそういう映像のルックに対してのこだわりがあるんだかないんだか分かんないところがあるじゃないですか。いわゆる映画っぽいようなムーディーな感じはわざとやってないようでもあるし、無頓着なようでもあるし、シン・ウルトラマンの時の,あの画質の違いとかも はっきり言って気になる人はめちゃくちゃ気になっちゃうから、僕なんかはやっぱり、まあ職業柄、編集の仕事もしてたりするから、画質とかってめちゃくちゃ敏感だし、えー、で、しかも映像のリテラシーなんて今どんどん上がってるから、そこに対してはね、敏感な人はやっぱいると思うんですよね。で、そうなってくるとね、iMAX でね、見るには、 ちょっとその安野監督の美的センスとあんまし相性が良くないかもしれないですね。あのまあそういうのが気になっちゃう人も結構いると思う正直。だから俺は iMAX ではあんまりおすすめしないです逆にね。ね佐々木社長。<laughs> すいませんねほんとこんなこと言って。でもなるべくこれはもう。 こういうこと正直に言わないとね、まあ僕のね、皆さんとね、あの僕の動画わざわざ時間割いて見てくれてる人との、まあ、信頼関係もあるんで、なるべく正直にね、言っていかないといけないと思いますんで、まあそういったところです。察してください。はい。で、その目で見てください。この新シリーズ、最後。はい。その目で確認して、夜ね、配信でみんなの感想会やろうと思います。で、僕のレビューちょっと時間ください。<laughs> あのー、もう正直いろいろ思うことがあるんで、あのー、とんでもないレビュー動画出しちゃうかもしれないけど、 まあその前にみんなのね、感想会もやりたいし、みんながどう思ってるのかも逆に素直に聞きたいのね。面白かったーなのか、あ、ま、いまいちだったーなのかのニュアンスもはっきり知りたい。僕はシン・ウルトラマンでは、正直かなり世間とのさ、感じる部分もあったし、えー、ぜひ僕の感想の前にみんなの感想を俺は聞きたい。<laughs> なんだそれ。まあ、はっきり言うと、いいですか、はっきり言うと、皆さん、 シンゴジラを期待するのはやめましょうもうね <laughs>。してねえよってね。お前だけだよって思うかもしれないけど。やっぱシンゴジラ、シンゴジラが良すぎたね。 まあ俺パンフレット買ったんですけど、パンフレットね、あの前回同様デザインワークスっていうのが今回間に合ってなくて、多分。で、あの予約販売してるんですよ、まだ。まだ発売されてないんですよ。で、おそらくそっちに設定資料とかが、まあシンウルタルマンの時と同じです。だからそっちじゃないとちゃんと詳しい内容書いてなくて、基本は今売ってるパンフレットはストーリーラインと、あの役者さんとかのインタビューがメインで載ってるような感じです。で、庵野監督のメッセージも一応長文であるんだけど、あのー、 そんなに細かいこと語ったねインタビューとかじゃないんで、えー、ここはねしっかりデザインワークスの方で前回でいろいろ語ってるところ聞かせていただきたいんですけれどもね。 あるかかかどうんかかんないんですけけどももそっちなないといけないとかもでね、そのパンフレットにやっぱ書いてあったんですけど、仮面ライダーをね、もう新しく超えていこうというモチベーションとか、自分の仮面ライダーを作ろうっていう気持ちではなくって、その仮面ライダーを作った人たちに対するリスペクト、感謝の思い、恩返しっていう意味気持ちで作ってきましたと。初代仮面ライダーのまあ拡張っていうか、もっとね、知ってもらえたらという思いでねこう作ったんだよっていうふうに言ってるんですね。だから超えようと してて作ってるんんじゃななないいいみたいな話でなですよはい、でこれに関して言うと僕がね実はもうすでに撮ってあってね公開前に撮ってあってちょっとまだ編集してないっていうかねすいませんなんか「あの仮面ライダー動画いっぱい出します」って言いながら全然出せなかったのはなんか今回映画見て自分の中で気持ちすっきりしたんだけどなんかすごく悩んじゃってなんかこういうことじゃないんじゃないかなとかうじうじしながらですね全然動画を出せずに1週間ぐらい過ぎちゃってね。 で、その撮ってあった最後の動画っていうのが、 仮面ライダー蝶々解説っていうので、あの、もう仮面ライダー側の話、もうそのできた経緯とか、どういう風に仮面ライダー生まれたのか、そしてノ藤ンとかそれをどう受け取ってきたんだろうかっていうような歴史的なちょっと側の話をざっくりしている解説動画を撮ってあるんですよ。でね、それがね、映画やっぱ見たら結構大事だったなってやっぱ思ったんで、今それこれからこの動画の後一生懸命編集してなるべくすぐ早く出しますんで、もしね、まだ、えー、 新仮面ライダー見てない人いたらその動画見ていただいてから見てあの映画見に行く方が逆にもっと分かりやすいかもしれないしそれネタバレとか考察とかそういう話じゃないんでねもっと側の話をしてますであの新仮面ライダーすでに見た人も僕のね、えー、これから出す動画見ていただければまたねああそういうことだったのかなって思うところ結構あるんでぜひ、えー、よかったらその動画見てくださいはい以上ですそれでは皆さん、えー、まだ見てない人新仮面ライダー見に行きましょう見に行った人 もう僕と一緒にいろいろ語りましょう <laughs> はい、以上です。もしよかったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。さようなら